完璧主義な自分が嫌いです。自分を追い込みすぎるからです。本田選手は完璧主義ですか？僕は完璧主義とは程遠いところにいる人間の一人です。あんまり追い込みすぎないように、した方がいいと思います。そもそも完璧なんていうのが無理と思って僕は生きてるんで、完璧を求めるということ自体が、人間の本来の能力とは真逆の方に行ってるんで、考え方変えた方が楽に楽しく生きれるんじゃないかなと思います。